皆さん、こんにちは。こんにちは。瑞宝太鼓の坂田一成です。来たる3月の14日日曜日、島原公園経典が開催されます。今こそ太鼓の響きに乗せて伝えたい思い、皆さんがいて僕らがいる、新たなる船出経典。伝えたい思いを太鼓の響きに込めて精一杯演奏させていただきます。今回の公演はコロナ対策を万全に、ホールの満席の半分までの人数600名を最大の人数に行います。3月14日午後の部13時30分開演、そして夜の部は18時30分開演の2回公演となっております。ではここで、メンバーにちょっと質問をしてみたいと思います。ではまずカレンさんからいってみましょう。今回の見どころはズバリどこでしょうか。お願いします。はい、新曲が登場するんですけど、なんと4拍子の部分と3拍子の部分のところがあるので、そこに注目してください。なるほど、はい。切り替わりが皆さんあるということで、そこぜひ注目していただければと思います。では次に周木さん。はい、はい。今回の公演の見どころ、はい、つまり何でしょう。どうぞ。はい、そうですね、僕たち若手3人も多く出演します。はい、そうです。はい、今回ですね、僕の、それぞれ左右にいる3人ですね、今回、この島原公演に演奏を出演いたします。ぜひこの3人の活躍をですね、ぜひ注目してみていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、今回の島原公演テーマが経典ということで、ちょっと木田さん、はい、この経典にちなんで、ちょっとお客様にズバリ伝えたいことというのは何でしょうか。どうぞ。はい、皆さんに太鼓の響きを伝えていけたらいいなと思います。以上です。はい、ありがとうございました。僕たち、瑞宝太鼓にとっても本当に久しぶりの劇場公演となっております。ぜひ皆様のですね、ご来場お待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。